責任取ってるね、アウト。おお、冷え性が治ったんじゃないか。ああ、よかったよかった。冷めないうちに部屋に戻って寝た方がいいぞ。な、おやすみ。男のくせに根性なしね。まあ、そういうところもいいんだけど。あのな、こっちは先を守るためにいろいろ考えて、結果こういうことになってんだぞ。ごめんなさい。まあ、もういいよ。あなたって、優しいのね。さっきが心惹かれるのも、わからなくもないわ。え？さっきのは半分からかっちゃったけど、半分は本気だったのよ。私の中に、アウトを慕う気持ちがあるのは本当だから。ただしそれは、さっきの気持ち。でもあの子ったら奥手だから、代わりに私が一肌脱ごうと思って迫ってみたんだけど、見事に玉砕しちゃったわね。いや、俺は別にダメとじゃなくて、むしろ先ならっていうか、お前は先であって先じゃないっていうか。まあ、焼けちゃうわね。でもいいわ。アオトは弟みたいで可愛いけど、もともと私はサキとは男のタイプが違うの。はぁ？人格によって男の趣味まで違うのか。当然でしょ？人格にだってそれぞれ生活があるし、人格が育まれた家庭にある環境だって違うんだから。そういうものなのか。そういうものなの。とは言っても本当は私たち誰かを好きになったりするのはタブーなのよ。タブー？ええ、そうよ。でもこの世に生まれたからにはそんなのつまらないでしょ。だから私はアオトとサキの恋愛成就を応援するわ。あの子はきっともっといろんなことを経験した方がいいと思うしね。さながら、さきのお姉さんってところか。そんな感じかもね。私たち別人格はね、さきの中からちゃんとあの子のことを見守っているの。さきは引っ込み思案で言いたいことも言えない子だから、私たちみんなやきもきしていたのだけれど、これであの子も晴れてアウトのお嫁さん。サキが幸せになれる手助けができるのなら、私も嬉しいわ。ねえ、アオト、キス、したくなっちゃった。やめ。そうね。誓いのキスは、お式まで取っておきましょう。それじゃあ、アオト、また明日。ちょっと待て。あら、一緒のベッドで寝たくなった？違う！お前、本気で式挙げるつもりなのか？いいのかよ。先のためとはいえ、自分が好きでもない男と。形だけよ。それにここまで来て、嘘でしたは許されないんじゃない？けど、先が何も知らない間に、あいつの別人格と結婚式を挙げるなんて、やっぱりあいつに悪い。まるで恋人に気を使っているみたいなセリフね。そういうわけじゃねえけど、でもやっぱり正直に事情を話さないか。親方だってきちんと説明すれば先を見逃してくれるかもだし。アオト、あなたは優しいけど人を信用しすぎるわ。え？あなたの親方さんがどうこうというわけではないのよ。ただ何よりあなたも、そしてサキの身を守ることを考えるのなら、時には親しい人を欺くことも必要だわ。たとえそれが
先自身を欺くことだとしてもね、必ずそれが先を守ることになるわ。大丈夫、前に言ったでしょ、私は先、先は私、ある意味一蓮托生よ。それともそんなに私と結婚式をするのがいいよ。いや、そういうわけじゃごめんなさい、ちょっといじめすぎちゃったわね。もう休みましょう。おやすみなさい、アウト。ああ、アウト、サキのことを思ってくれてありがとう。なんだよ、完全に俺遊ばれてんじゃん。もういい、疲れた、寝る。座れたわね。悪かったね、僕の挨拶回りに付き合わせちゃって。いいのお寺なんて初めてだったし楽しかったわ。それじゃあ僕は隣の部屋だから、何かあったら。あ、ちょっと、せっかく二人になれたのに。あのね、僕は君の気まぐれに付き合う気はないんだ。いい夜なら青との方にしておいて。どうしてそこにアオトが出てくるのよ。じゃなくて、ちょっと待って、少しだけ。何？あのね、前から聞こうと思っていたんだけど。何？辰巳さ、大地の心臓持ってるよね。君は一体。そうなのね、お願い、それ私に譲ってほしいの。何言ってるの、そんなことできない。これは僕の意思で自由にできる代物じゃないし、大切な預かり物だから。誰から預かったの、誰が何のためにそれを。君こそどうして大地の心臓を知っているの、どうしてそんなに欲しがってるの。君はもしかしてハーベスター社を知ってるの。知ってるわ。居場所も知ってる。僕はこれをハーベスター社に届けるように言われてるんだ。場所は言えない、言っちゃダメって言われてるし。そんな、じゃあどうすれば。私が持って行ってあげる。君が。実は私、ハーベスター社から言われてるの、大地の心臓を持ってくるようにって。ダメだよ、これは人に預けたりできるものじゃない。僕自身が行かないと。それが僕の本当の目的なんだから。っていうか、届けるように言っておいて居場所が言えないなんて、なんかおかしくない。それは。あのさ、レイバテイルの君に指示を与えているっていうのが本当だとして、まさかハーベスター社がクラスタニアと関係があるなんてことないよね。違うわよ、確かにいるのはトウだけど、クラスタニアの人ってわけじゃ。トウにいるんだ。しまった。まあいいや、とにかく君に大地の心臓は渡せない。君には怪しいところが多すぎるもん。でもそれじゃあハーベスター社が。そうだな、それじゃあ僕も一緒に連れてってよ。彼女がもし本当に居場所を教えないように言ったんだとしても、君と一緒なら会ってくれるかもしれない。それはどうかな。お願い、僕も会いたいんだ、ハーベスター社に会って聞きたいことがある。
かったわ。ありがとう、フィンネル。それじゃあすぐに出発しようよ。え？すぐに？お互い頼まれてるんだから急いだ方がいいでしょ。僕は明日の朝には立ちたいんだけど。でも、アオトが。アオトたちには急な用ができたって断れば大丈夫だよ。それとも何かアオトに借りでもあるの？別にそんなんじゃないけど。どうせあいつにはサキちゃんがいるもんね。私なんかただの召使いだし。それじゃあ朝になったらまずアオトたちに知らせに行って、そのまま上天門へ向かおう。